グリーンズボロはアメリカ合衆国ノースカロライナ州中北部に位置する都市。州内ではシャーロット、シュートローリーに次いで3番目に人口が多く、ギルフォード郡及び同郡を中心とするピードモントトライアド都市圏では最大の都市である。2010年国勢調査での人口は269,666人だった。 2008年6月30日、12日万人以上、面積8平方マイルをわずかに超える地域を、併合した。グリーンズボロ市は、ノースカロライナ州中央部ピードモント大地を走る2本の、主要週間高速道路の交わるところに位置している。2003年、一般にピードモントトライアドと呼ばれた、それまでの、グリーンズボロウィンストンセーラムハイポイント都市圏が、 行政管理予算局によって再定義され、グリーンズボロハイポイント都市圏とウィンストンセーラム都市圏に分割され、グリーンズボロウィンストンセーラムハイポイントは広域都市圏と定義された。2010年の国勢調査では、グリーンズボロハイポイント都市圏の人口は72万3801人であった。グリーンズボロウィンストンセーラムハイポイント広域都市圏全体では、 2010年の国勢調査による人口158万9200人となっており、アメリカ合衆国の広域都市圏順位では31位に位置する。1808年、グリーンズボロは近くのギルフォードコートハウスの町から、軍庁所在地としての機能を引き継ぐために中心となる、軍庁舎広場を計画した。この行動によって、軍内の地理中心に近いところに、 軍長者が動き、軍内住人の大多数は、以前より大いに軍長者に到達できるようになった。この時以来大きな変化があった。グリーンズボロは3つの主要都市で構成される、トライアドと呼ばれる繁栄する都市圏の一部となり、人口は100万人以上になった。グリーンズボロは、小さな行政中心から1900年代初期までに、繊維産業と交通の中継点となり、 今日では事業を再配置するための南部でも有望な中心の一つとして浮上している。2世紀が経った今でもグリーンズボロはその美しさと居住性で賞賛を集めている。2004年アメリカ合衆国エネルギー省はグリーンズボロのクリーント市伝堂入りを決めた。アメリカ独立戦争の英雄ナサニエルグリーン将軍グリーンズボロは アメリカ独立戦争中の1781年3月15日にギルフォード軍庁舎の戦いで大陸軍を指揮したナサニエルグリーン将軍にちなんで名付けられた。この戦闘で大陸軍は敗北したことになっているがチャールズ・コーン・ウォリス教のイギリス軍も大きな損失をこむりそのボロボロになった軍隊はノースカロライナを離れてバージニアに向かうことを選んだ。 この決断に続いて大陸軍はフランス軍と結んでバージニアのヨークタウンにコーンウォリスを閉じ込めそこで20日間の包囲戦の後の1781年10月19日にイギリス軍は降伏を強いられることになりかくして独立戦争は実質的に終わったイギリス軍を弱らせるためにグリーンの取った行動が最終的に大陸軍が イギリス軍に勝利する結果を呼んだことになった。グリーンズボロはギルフォード軍の地理中心近くに設立されたが、その土地はハックルベリーの藪がある深い下映えの未開森林であり、香りの良い果物ができていた。将来の村のための土地は98ドルで買われ、南北に走る3本の道路が東西に走る3本の道路と交わるように配置された。軍庁舎は、 エルム通りとマーケット通りの交差点中心に建てられた。1821年までにこの町には369人の住人が住むようになった。1840年代初期、当時のジョン・モアヘッド知事の要請により、州政府はグリーンズボロを新しい鉄道が通るように選定した。グリーンズボロは、 実質的な成長をはじめ、間もなく州内交通の中継点としての役割のために、門の都市と呼ばれるようになった。鉄道は繊維工場の消費に輸送に使われ、市の周りにも繊維工場の集まりができた。これらの事業は21世紀まで市内に残っていたが、その大半は破産し、再編され、あるいは他の会社に併合された。 グリーンズボロは現在でも、インターナショナルテクスタイルグループ、ガレーロード、ユニファイ及び VF コーポレーションといった会社が主要な拠点を置く、繊維産業の主要中心である。グリーンズボロは、地域の輸送主要中継点として機能しているので、鉄道輸送の重要さが残っており、アムトラックは、ワシントン DC とアトランタを経由して、ニューオーリンズを結ぶ幹線である。 ノーフォークサザン鉄道線で毎日4編成の旅客列車を運行し、その停車駅がグリーンズボロにある。ブランドウッド邸宅アレクサンダー・ジャクソン・デイビスがトスカナ様式のビラを設計グリーンズボロの発展はゆるりとだったが、初期に面許の貿易と交易から得られた富がいくつかの著名な建物建設につながった。最も初期の建物で後にブランドウッド邸宅と、 庭園と名付けられたものは1795年に建設された。この住居に加えて1846年にはニューヨーク市のアレクサンダー・ジャクソン・デイビスが設計したアメリカで最も初期のトスカナ様式のビラとして国内に影響を与えた史跡である家屋を建てた。その他の重要な建物としてはサミュエル・スローンが設計したダンリース・ベルミード およびバンパストロイハウスなどがある。ギルフォード軍はアメリカ合衆国からの脱退に賛成票を投じなかったが、一旦ノースカロライナ州がアメリカ連合国に加盟すると軍から多くのものが南軍側に加わり、ギルフォードグレーズのような不評部隊を形成した。1861年から1865年3月までグリーンズボロ氏は南北戦争の影響を 比較的受けなかったが、北軍海軍による南部海岸の封鎖によって、衣類や薬品などの不足に対処するという例外は、あった。しかし、戦争の最後の数週間、グリーンズボロは重要な役割を果たした。1865年4月、PGT ボーリガード将軍が、テネシー軍指揮官、ジョセフ・ジョンストン将軍の指示を受けて、市の防衛準備に当たった。この期間、 アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスや残っていた閣僚が首都リッチモンドを明け渡し南のダンビルに移動した。北軍機兵隊がダンビルを脅かした時デイビスと閣僚たちは列車で脱出でき1865年4月11日にグリーンズボロで再集合した。かくしてグリーンズボロは一時的にアメリカ連合国の首都になった。デイビスと 閣僚たちは、グリーンズボロにいる間に、勝利者である北軍からの捕獲を避けるために、海外への逃避を試してみることにした。彼らは、グリーンズボロを離れてバラバラになった。このことでグリーンズボロは、アメリカ連合国の、全政府関係者が集団で返したことでは、最後の地として著名となり、グリーンズボロは、アメリカ連合国、最後の首都ということになった。 ほぼ同じ頃に、州知事、ゼブロン・ビーバンスは、北軍ウィリアム・シャーマン将軍の軍隊が到着する、ことを予期して州都から逃亡した。1865年4月16日から始まる、短期間、ノースカロライナ州の州都は、グリーンズボロにあった。現在のノースカロライナ州ダーラムにある、ベネットプレイスで、 ジョンストン将軍とシャーマン将軍の間の交渉が1865年4月26日に成立し、グリーンズボロで、南軍病はその武器を積んで仮釈放を受け、故郷に帰った。1890年代、グリーンズボロ氏は、ボルティモアのモーゼスシーザーコーンなど、北部の製造業からの注目を引き続けた。コーン兄弟は大規模な繊維工場を建設し、 10年間のうちにグリーンズボロを村落から都市に変えた。1900年までにグリーンズボロは南部繊維産業の中心とみなされるようになった。大規模な工場がデニム、フランネルやオーバーオールを生産した。繊維産業を通じてもたらされた市の繁栄はギルフォード軍軍庁舎 SW フォークによるウェストマーケット通りメソジスト協会。 フランク・エウェストン設計によるいくつかの建物、及びオルロエップス設計になる、ノースカロライナ大学グリーンズボロ広本館など20世紀に、著名となった、公共建築物が建設されることになった。20世紀の間、グリーンズボロは、富と人口の拡大を続けた。急成長によって、地元出身の建築家、チャールズ・ハートマンや、ハリー・バートンに設計された。 大きな商業ビルや公共建築物の建設につながり、それらの多くは現在も残っている。他にもビックス科学会社、カロライナ製鉄会社、およびポモナテラコッタ製作所など著名な製造業が市内に設立された。この成長期間、グリーンズボロは厳しい住宅不足を経験した。建設業者は労働者に住居を供給するために、 年間80ないし100個の住宅建設を目標にしようとした。グリーンズボロの不動産は1920年代に週内の不思議と考えられた。世界恐慌の間も成長が続き、グリーンズボロでは年間推計200家族が増えていった。市は教育、公園及び利益の出る雇用条件を強く打ち出す、計画の行き届いた地域社会という評判を得た。 スミソニアン博物館に収められているウールワースのランチカウンター、最初のシットインを記念するグリーンズボロが、ノースカロライナ州の主要都市の一つになるにつれて、その伝統的社会構造に変化が起こった。1960年2月1日、ノースカロライナ農業、工業大学の4人の学生が、白人のみに認められていた、ウールワースのランチカウンターに腰掛け、 サービスを断られた後も退席を拒んだ。その他にも大勢がこのシットインに加わり、数ヶ月も続いた。このような抗議が南部中に広がり、最終的にはウールワースなど、チェーン店での人種差別撤廃につながった。最初のカウンターとストールは、現在スミソニアン博物館に収められているが、この出来事が起こった。 当初のビルの場所に現在博物館が建設中である。この繁栄によって全国及び国際的に知られた建築家を巻き込むような新しいレベルの開発が行われるようになった。バルター・グロピウスは1944年の工場の建物を設計した。グリーンズボロを本拠にするエドロー・ーエンスタインはこの地域全体にわたるプロジェクトの設計に貢献した。 エドワルド・カタラーノとジョージ・マツモトは、モダニストの建築概念と様式を持つ、ノースカロライナ人に対抗する設計を死にもたらした。この時代の進展にもかかわらず、古い傷がまだ癒えていなかった。1979年11月3日、共産主義労働者党が反クークラックス、クラン集会を開いた時、一軍のクークラックスクランとネオナチスのメンバーが、 集会の開かれているモーニングサイドハイツ近くで集結し抗議集会を襲撃した。地元のテレビ4局が事の起こった様を録画した。共産主義労働者党オーガナイザーによって拳銃が発砲された可能性があり、クランのメンバーが停止する前に棒で殴られたのではあるが、反クラン抗議者だけが負傷し、殺された。共産主義労働者党のメンバー5人が死亡し、 七人が負傷した。テレビ局が撮影した映像が全国や世界に流され、この出来事はグリーンズボロ虐殺と呼ばれることになった。告発されたクランとネオナチスのメンバーは全員二つの刑事裁判ですべて白人の陪審人により無罪とされた。1985年の民事裁判では5人の警官と他に二人の民間人が 物損に対して35万ドルをグリーンズボロ、司法基金に支払うよう判決された。2007年、イボンヌ・ジェイ・ジョンソンがグリーンズボロ市では、初のアフリカ系アメリカ人市長に選出された。グリーンズボロは、北緯36度4分48秒整形79度49分10秒、北緯36.08000度整形79.81944度。 三十六点零零零八零マイナス七十九点八一九四四に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は百九点二平方マイル、このうち陸地は百四点七平方マイル、水面は四点五平方マイルで、水域率は四点一六パーセントである。グリーンズボロは、ノースカロライナ州のピードモント大地になだらかにくねる、丘の間に位置し、 西は、ブルーリッジ山脈と、グレートスモーキー山脈、東は、大西洋岸とアウターバンクスの中間になる。市の最も高い建物である、リンカーンファイナンシャルタワーから眺めると、街には、多くの緑が溢れており、おそらくは、市の名前に、別の次元の重要さを与えている。グリーンズボロ市はいくつかの主要自動車専用道路、すなわち、 週刊高速道路40号線と85号線が交差するところであり、計画中の73号線も地域内を通ることになる。グリーンズボロの気候は蒸し暑い夏と冷涼で時折寒い冬に特徴づけられる四季のはっきりした気候である。最も暑い7月の平均気温は摂氏26度、最高気温の平均は摂氏31度で月の約1。 3は最高気温が下肢90度を超える。最も寒い1月の平均気温は摂氏3度、最低気温の平均は氷点下摂氏2度で、月の2、3は最低気温が氷点下に下がる。降水は1年を通じて平均しており、月間80から110ミリメートル程度、年間1070ミ、mm、リメートル程度である。また、12から3月には、 月間3から8センチメートル程度の降雪も見られる。欠片の気候区分では、グリーンズボロは、東海岸や南部に広く分布する、温暖湿潤気候に属する。グリーンズボロの最も初期の地区は、カレッジヒルであり、ウェストマーケット通りとスプリングガーデン通りの間、グリーンズボロカレッジの周辺に位置する。サウスサイドは、市内で最も古い地区に入っており、 主要な再開発を経験してきた。カレッジヒルにある典型的19世紀、住宅グリーンズボロ中心街のサウスサイド地区にある、レストランビンテージ301アイコック地区とフィッシャー公園地区は、それぞれ1895年と1901年に、設立された。アイコック地区には20世紀の変わり目に建てられた、安城王様式住居があり、またフォースクエア。 クラフツマン及びコロニアル復古様式も見られる。グリーンズボロカントリークラブのゴルフコース周辺に1911年に開発されたアービング公園はジョン・ノーランが設計した近くのパインハーストリゾートをモデルにしている。この巧妙な地区には十分な敷地に建てられた大きな家屋があり、今日でも人気がある。ワーナーズビル地区はかってグリーンズボロ南部で栄えていた。 1900年代中頃に都市再生が始まった時、事業所や家屋の大半が破壊され、新しい道路と開発に変わった。しかし、この地域は現在でも回復していない。かってブームを読んだアッシュ通りの残骸は、友人通りのグリーンズボロアーバンミニストリー背後に見ることができる。20世紀初期のグリーンズボロの都市化は、自動車の人気によって大きく影響され、 市民が市内中心部を離れて周辺の郊外に住むことを可能にした。一連のストリートカー郊外が設立され、グレンウッド、ハミルトン・レイクス、レイク・ダニエル、ラザム・パーク、リンドレイ・パーク、オー・ヘンリー・オークス、ランキン、スター・マウント、サンセット・ヒルズ及びウェスト・ウッドなどができた。これら地区の多くには市内でも最も美しい公的公園のいくつかがある。 最近追加された地区には、アダムズファーム、レイク・ジャネット、ザ・カーディナル、ニュー、アービング・パーク、およびリーディ・フォーク・ランチのような大規模に計画された広がりを持つ開発単位がある。アメリカ合衆国南部の都市部で通常よく見られる傾向として、グリーンズボロでは全国平均よりも犯罪率がかなり高いレベルにある。2006年では、 住民10万人に対して6931件の犯罪が発生し、全国平均は同4479.3件だった。この年、グリーンズボロでは暴力犯罪のあらゆる分類だけでなく、窃盗犯罪でも全国平均より高い犯罪率だった。2008年でも暴力犯罪と窃盗犯罪のすべてで全国平均以上だった。 さらにノースカロライナ州平均も上回った。2008年1年間の総犯罪発生件数は15,901件であり、16,676件発生した2007年の実績よりは下回った。アメリカ合衆国議会が発行するクォータリープレス2008年都市犯罪ランキングアメリカ都市圏の犯罪によれば、 人口7万5千人以上の都市の中で、グリーンズボロは57番が目に危険な都市にランクされた。このランキングでは、グリーンズボロがノースカロライナ州で最も犯罪率の高い都市となっている。グリーンズボロの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。いかに、 グリーンズボロ市における1870年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。1979年以降、約4000人のベトナム人が難民あるいは二次移民として、グリーンズボロ地域に再定住した。彼らは、文化的に、民族的にまた宗教的に異なった人々であり、広範な社会基盤に組み入れられているわけではない。モンタナールは、 ベトナム高地から来た多くの種族出身の移民である。ベトナム戦争までは孤立した産地農業を営み、狩猟採集を行っていたが、アメリカ合衆国政府がアメリカ陸軍特別部隊のために前線兵士として徴用した。約5000人のモンタナールがギルフォード軍に入り、ベトナム以外では世界でも最大のモンタナール社会となった。 ベトナム北部の種族であるヌーン族の数百人もグリーンズボロに入り、モンタナール種族の社会と結びついていることが多い。1980年代初期、初めてのカンボジア人がグリーンズボロに再定着した。約60家族ほど、約500人の安定した社会がグリーンズボロ仏教徒センターと密接に連携している。 さらに近くのダビッドソン郡に多いことを含め、トライアド周辺には800人の元カンボジア人が住んでいる。グリーンズボロは、ラオス人にとっては、当初の最定着地域ではなかった。しかし、1980年代半ばから、多くの家族が他の州からの二次移民としてやってきて、現在では、ラオス人人口は約1000人で安定している。ラオスから来た。 産学生難民、大半は、門族数家族が、ギルフォード軍に住んでおり、さらに50人以上の学生がグリーンズボロにある、ノースカロライナ大学で学んでいる。グリーンズボロに移ってきたその他の、ラオス産学民としては、約200人のクムー族難民や、その他種族の少数集団がいる。約2000人の朝鮮人が、ギルフォード軍に住んでおり、 多くはしっかりと定着している。地元の中国人協会は主に本土中国の出身者で構成され、数百人の会員がいる。グリーンズボロに住む家境の数は数千に及ぶ。インド人移民の人口は2000人以上と推計されており、グリーンズボロ地域でうまく定着し、すでに長い歴史もできてきた。多くのインド人移民は、 市の大学や医療分野に進出し、多様な社会構造を作ってきた。この地域には、推計600人のパキスタン人が住んでおり、他に、推計1000人のパレスチナ人もいて、ピードモントトライアド地域にはさらに数千人がいる。数百人のイスラエル人も、トライアドに移住してきており、特に国際的な事業に従事している。グリーンズボロとその周辺には、 アフリカの54の国から来た1万5000人近い人々が住んでいる。ギルフォード郡に住んでいるアフリカ人の約10%は難民として移住してきた。異なるアフリカ人社会からの代表で構成される非営利組織アフリカ人サービス同盟は様々な社会の協力関係を築こうとしている。 いくつかの地域社会は1960年代からノースカロライナ農業工業州立大学に期限があり、この大学が開発途上国によって貴重な教育源として初めて認められたのがこの年代である。ナイジェリア人とニジェール人の社会は約3500人ないし6500人と言われ、この地域でも最大のアフリカ人社会と見られ、 歴史があり、地域に根付いている。彼らは2世、3世世代もおり、様々な宗教と種族の伝統を反映している。ギルフォード郡にいる、ナイジェリア人とニジェール人の子孫の多くは当初、ニューヨーク州、ニュージャージー州あるいは、ワシントン DC に移住し、その後公式の移民資格を得た後に、グリーンズボロ地域に入ってきた。 ギルフォード軍には多世代のガーナ人の血を継ぐ人々が約450人いる。最近到着したものは大半がこの地域にある大学の国際学生か長くここに住んでいる者の,の友人あるいは一族である。シエラレオネ人を先祖に持つ約800人の定着した社会はギルフォード軍を本拠にしている。この人々は その母国からの移民に適用された一時的保護条件が終わったために近年ではあまり数が増えていない。グリーンズボロのスーダン人は多様な民族であり、大半の人はここ5年以内にギルフォード軍にやってきた者たちであって、その数は2700人以上になっている。これら移民の多くは長引くスーダン内戦から逃げてきている。南部から来た若い。 スーダン人集団は通常、ロストボーイズと呼ばれ、難民として最近グリーンズボロに再定着した。しかし、この地域のスーダン人の大半は、スーダン北部のムスリムである。過去一年の間に、スーダン人の多くがアメリカ市民となり、そのことで、スーダンから家族を呼び寄せることが可能となり、この一年で、民族人口は、数百人増えることになった。 ここ6年間でグリーンズボロに到着したソマリアからの難民に約400人がおり、この中にはモガディシオ氏からのアラブ系ベナギリ人やヒソマリア人であるバンツー族から新たに到着した難民が含まれている。ギルフォード軍には推計1200人のリベリア人が入っている。この数には最近到着したものや長年ギルフォード軍に住んでいるものも含まれている。ここ数年、 アイボリーコーストやガーナの難民キャンプに住んでいた数百のリベリア難民がギルフォード軍に再定着した。新しい住人は中央、ヨーロッパ、すなわち元のユーゴスラビアからも到着してきた。1994年以降移民してきた元ユーゴスラビア出身者は約2000人になる。過去数年でロシアやウクライナのユダヤ人難民約250人も グリーンズボロを最定着の地とした。ギルフォード軍における2002年と2003年のラテン系民族人口推計値によれば、この期間にラテン系民族は人口が4%増加しており、推計で26,981人となっている。この方法を使ったその後の調査は行われていないが、仮に人口が毎年4%増え続けたとすれば、 現在のラテン系民族人口は29,182人と推計できる。他の研究では増加率がもっと大きいとしている。この地域のラテン系移民でその3分の2以上はメキシコ出身であるがラテンアメリカ26カ国すべてからこの地域に来ていると考えられる。大半のラテン系民族は九百九十年以降に到着しており、 経済的な機会がある限りその数は増え続けると予測されている。ティキシービルグリーンズボロに本社を置く著名な企業としては、ホンダ航空機、ロリラードタバコ会社、VF コーポレーション、ボルボトラックス北アメリカ、RF マイクロ、デバイシーズ、インターナショナルテクスタイルグループ、ニューブリッジ銀行、クックアウト、ビスケットビルおよびジルバーコビーダールートがある。また、 保険会社のリンカーンファイナンシャルグループにとっては、運営の中心でもある。歴史的に繊維とタバコ産業との結びつきが強いが、グリーンズボロの指導者層は、ナノテクノロジー、ハイテク及び、輸送、物流分野の企業を引きつけようと動いている。ノースカロライナ大学グリーンズボロ校と、ノースカロライナ農業、工業州立大学は共同研究の地域である。 ゲートウェイ大学研究パークを開設した。グリーンズボロ中心街は近年、ニューブリッジバンクパークや、住宅開発及び商業ビル建設のような開発で、建設投資が続いた。中心街の南側地区は、以前に、経済的落ち込みを経験した地区が賞を取るような、新伝統様式地区に再開発された、市内中心部の再投資令として、模範となっている。 グリーンズボロ中心街は、数多くのナイトクラブ、バー及びレストランの開業によって、劇的にナイトライフも増えた。2006年、エロン大学が、市中心部にロースクールを開設した。中心街の見どころとしては、カロライナ劇場、トライアドステージ、ブランドウッド邸宅、センターシティパーク、ニューブリッジバンクパーク、グリーンズボロ歴史博物館、グリーンズボロ文化センター、 ジェイダグラスゲーロン輸送基地及びグリーンズボロ子供博物館がある。中心街をめぐる数百万ドルをかけた歩行者自転車専用環状路が現在建設中である。この国でも最初の都市部歩行者自転車専用環状路ということになり、歩道、自転車道、駐車場、リクリエーション施設、屋外授業及び美術展のスペースができる。 このプロジェクトは順次建設され、観光までには5年、ない1 0年を要し、市内の歩行者自転車専用路とも結ばれることになる。この専用環状路の近くには、アメリカ合衆国自転車の伝道のためと考えられていた場所もあるが、これはニュージャージー州からカリフォルニア州デイビスに移されることになっている。1998年。 フェデックスが3億ドルをかける大西溶岩、中部航空貨物及び仕分け中継基地を、ピードモントトラヤド国際空港に建設し、運営する選択を行った。これは、州内及びサウスカロライナ州の各地の中で、激しい誘致競争を行った結果だった。中継点建設が広報された後で、このプロジェクトは計画される、場所の近くにある地区から考えられる騒音や、 大気汚染を排除することについてのクレームがあり、法廷闘争に入った。それでも、中継基地は2009年までに開設されることになっており、大西洋岸の南東部と中部において、交通、流通及び物流中継点として、その位置づけを強化する市の試みが実った。2006年8月、ホンダ技研工業から分社化したホンダやクラフトが、 フィードモントトライアド国際空港近くに本社を設立、グリーンズボロにハンディジェットの製造工場を設立すると発表した。高校とミドルカレッジニューブリッジバンクパークグリーンズボロには有名な全国チェーンから地元のブティックやギャラリーまで非常に多様な小売店がある。週間高速道路44号線を離れて市の南西にあるフォーシーズンズタウンセンターは ベルク、ディラーズ及び、JC ペニーが入る3層のショッピングモールである。フレンドリーセンターは、フレンドリーアベニュー近くにあり、ベルク、メイシーズ、シアーズ、バーンズノーブル書店、国内最大のハリスティタースーパーマーケット、オールドネービー、及び、複合映画館を収容する屋外複合商業、施設である。フレンドリーセンターに隣接する店舗は、 多くの特別小売店やレストランがあり、その多くは、アンスローポロジー、アップルストア、ホワイトハウスブラックマーケット、シュルラターブル、レイ、ブルックスブラザーズ、ブラボー、クチナイタリアーナ、PF ちゃんのチャイナビストロ、および、フレミングのプライムステーキハウスワワインバーなど、トライアド地域では他にない店舗である。他にも、市の北西にある。 週刊高速道路40号線近くのウエスト、ウェンド・オーバー・カイロート・バトルグラウンド・アベニューを中心に、ショッピングセンターがある。最近、ビッグボックスが、市の北東にある、モトカロライナ・サークルモールの跡地や、新しく作られた市の南端のペインターブールバールに、集まってきた。1931年より、シャーロットのジム・クロケット・プロモーションズ、ワールド・チャンピオンシップ・レスリング、 WWE などがプロレスリング工業を本格的に行っており、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、バージニア州を地盤とし、ミッドアトランティック地区と呼ばれ、グリーンズボロコロシアムで大会が行われた。グリーンズボロでは、活動的で多様な芸術活動が行われている。行事や会場は、全国的に称賛される、毎年のイースタンミュージックフェスティバルから、 ウェザースプーン美術館まで、またトライアドステージ劇場会社の最先端の用紙まで幅広い。オーヘンリーアムトラックのグリーンズボロ駅と走車場。グリーンズボロにはピードモントトライアド国際空港があり、近郊のハイポイント、ウィンストンセーラムは元より周辺のピードモントトライアド都市圏から利用されている。かつて存在したスカイバス航空の中継点であった。現在、 ダイナミック航空の本社が置かれている。アムトラックが毎日運行するクレセント号、カロライニアン号ピードモント号はグリーンズボロとニューヨーク、フィラデルフィア、ボルティモア、ワシントン DC、リッチモンド、ローリン、シャーロット、アトランタ、バーミングハム及びニューオーリンズとをつないでいる。アムトラックの列車、タクシー、地域と長距離のガスは イーストワシントン通り 236C に位置するアムトラックのグリーンズボロ駅及び走車場で発着している。この駅はもともと1920年代の建設であり、2004年に改修された。グリーンズボロ交通局は市内公共バスを運行し、高等教育地区路線は中心街とカレッジや大学がある地域をつないでいる。 都市圏全体の公共輸送は、ピードモント地域輸送が取りまとめている。グリーンズボロ地域の道路、週刊高速道路4 5号線と、週刊高速道路85号線は、グリーンズボロ地域で、数マイルの間同じ無料区間を共有している。現在、週刊高速道路4 5号線と85号線産業道路の、結合した、高規格道路は、中心が今南に位置し、 地域でデスバレーという悪名が立った無料区間の生誕になる。ここは6つの主要な国道と週間高速道路が一つの無料区間に集まるので渋滞と事故が多い区間とされている。グリーンズボロ都市環状道路が現在建設中であり、観光すれば市の大半を囲むことになる。この環状道路の一部は 将来、週刊高速道路73号線と、アメリカ国道29号線と一体となり、これらは、市の南部、東部、及び北部を通って、北東部の郊外リーズビルに抜けることになるので、グリーンズボロでの幹線となり、都心部への自動車専用道路アクセスを可能にする。グリーンズボロニューズリコード紙は、グリーンズボロの日刊誌である。実業週刊誌である。 アメリカシティビジネスジャーナル網の一員であるビジネスジャーナルはグリーンズボロに本拠を置きピードモントトライアド都市圏での実業をカバーしているカロライナピースメーカーはアフリカ系アメリカンの社会をカバーする週刊誌であるリノセロスタイムズとイエスウィークリーはもう一つの無料週刊誌であるハンバーガースクエアポストは1979年 以来出版されている月刊誌である。greensborotelegram.com、e、のグリーンズボロテレグラムはローリーテレグラムの出版社によって2008年10月16日に公式に立ち上げられた唯一のオンライン週刊誌である。q ノーツは各州で LGBT 社会のために発行される新聞であり、シャーロットで発行され、 グリーンズボロの各所にまた、家ごとに配達されている。グリーンズボロは、グリーンズボロ、ウィンストンセーラム、ハイポイント登録テレビ視聴市場の一部であり、次のような商業放送局がある。グリーンズボロには、ニューズ14カロライナのトライアド市局もある。グリーンズボロは、国際的な友好と協力を助長するために2つの都市と、姉妹都市関係を続けている。 ありがとうございます。